こんにちは、チョメです。続きやっていきます。ネタバレ注意ですよ。ウェブズが進化するからね。ついにたどり着いたわ。この裏に糸を引く裏ボスとかいるのかね。これで全てのクリスタルパワーが揃っちゃうんだわん。なんかまだ続きそうな気がするけどね。すごく美味しい。ふふふ、見たかちょめ。これが私の最終形態だ。なんか予想外だったわ。ドラゴン、でっかいドラゴンとかになるかと思った。私がこの姿を見せるのは400年ぶりのこととなる。ちょめ、よくぞここまで、この私を追い詰めた。しかし、その努力もここまでだ。お前の強さに敬意を表し、せめて苦しくないよう、葬り去ってやることにしよう。多分、ポップアップディエルだと思うんだよね。私の最終形態、光のベブズの力を思い知るがよい。いいえ、ちょっとデッキを組もうと思う。ふ、臆病者め。私の最終形態、光のベブズの力を思い知るがよい。はい。さあ、めちゃめちゃ久しぶりなんですけど、動画撮るの。声の音質も変わってると思います。ルールちょっと忘れちゃったかもしれない。音楽はすごくいいですね。これ何を出せばいいんだろう。ちょっと連続でやっとけばよかったな。相手の手札、青とか見えてるな。だからなるべく青のところに盾があるのが良かったのか。やばい、これ防がれてる。これ早く出したら先行になって、遅く出したら後攻みたいな感じなんだよね。で、今右下の青のところのマーク見たら、私が剣のマーク、相手が盾、だから防がれちゃう。で、私黄色いところ何もないから、相手の攻撃はこんな感じに通ると。4ポイントで、ヘイストの効果がかかった。次はね、いつ出しても私が後攻になるので大丈夫。で、下盾出そうか。これ相手の手札見てください。青が多いで、黄色、いざとなったら黄色、剣と剣で互角になるみたいな感じ。ほら、こんな感じにね、やっていきます。相手が先行で、青い剣の攻撃、私が今回は防げる。で、私は次のターン終了まで自分の受けるダメージが2分の1になる。いいですね。で、3ポイントダメージを与えることができる。相手のヒットポイントって何もだ ?30 もあるのか。結構きつくないこれ。大丈夫このデッキ。私どんなデッキ使ってんの今。適当っていうやつ使ってるかもしんない。初期のデッキかもしんない。なんかイフリートとかそういうのしかないからな。で、上立て。相手がイフリート出してくる可能性もあるんか。で、黄色。これかな多分。沈黙。さあ、守れ。わあ、剣と剣だ。下。これは、半分半分になりますね。ただ、私、プロテスがあるな、今回な。相手の攻撃。はい、3ポイントで、これは2分の1アタック成功です。0です。プロテスとあれ含めて。で、次、今。次のターン、相手は、青のダメージが倍になるだから、青いやつの盾を出した方がいいですね。本来なら私は。このデッキいいのか。15分の7も。あ、これにしてみるか。あ、ただね、これ出したいんですけど、CP、緑、黄色、黄色、緑がないんです。だから今出せない。これやばいな。相手に3ポイントなのでピンチ。自分の残り体力が5以下の時。いや、これ出すしかないよな。一番右。あ、守りできたか。よかった。さあ、運よく上、3ポイントダメージ与えることができたと。防がれてないからね。なんか使うデッキ絶対間違ってる私。これ、なんか古いデッキだ。ただなんか勝てそうだぞ。だってないもんね、この、なんていうんだ、緑がないもん。これにしとくか。先行になっちゃったけど CP あるから大丈夫。青 OK、 上防いだ。イフリートもあると思った。で、相手のカードのガードアイコンの数かける3ポイント、1個しかないから、まあ、3しか与えられないけど、いい感じに来てる。これ最終回かな。最後のベブズだから守る。運もいいぞこれ。お、なんか出てきた拳。使えるな。ただ相手炎のやつはないのか。これ使えないけどね。ダメだよねこれ。これ先に出しとくか。確実にこれでもいいんだけどね。あ、黄色になるんか。でも
いやーもうこれにしとこう、一応出せるときに、ね、黄色と黄色になっちゃうよね。だから左守ってもよかったんだけど相手は一応使えるのか、2分の1ずつになるな。まあ、2ポイント与えることができたと。ちょっとずつ減らしていこう。でもこのままだと私やられちゃう。ヒットポイントが14。でも久しぶりにチョコボやるとめちゃめちゃ楽しい、これ。本当に3ヶ月ぶりぐらいですよ、これ。実況撮るの。結構早いかもしれないけど。いや、全然緑がね。これにしよう。セグ。緑のやつが出てこないと、入ってないんじゃない私のこのデッキ、絶対。あー、同じか、縦か。相手に6ポイント、3ポイント与えられる。私は2ダメージ与えることができる、一応。回復とか入ってないよね、私。次、ヘイストだからね、私。いつ行っても大丈夫みたいな感じで。で、ちゃんと CP もあるから、食らうと。3ポイント。あと11しかない。ただ、最後の、あれ、響くと。これは使えるね、ラミアっていうのはね。ただ、緑のやつ、相手持ってないな、これ。もう緑が邪魔、これ。これはあれだな、5ポイント以下だからな。これで防ぐか。一応、これ、あれです。私、技使えないです。あと、ヘイスト。緑がないから。あの、CP。で、下の、なんて言うんだろう。青を防いだ感じですね。はい。使えないです、技。これ、だから、デッキが悪い。ガード成功。これはちょっと防ぐ。ちょっとこの、鉄巨人が邪魔だから、今、現時点で。で、CP が足りない。バハムート強いね。相手の手札、これバハムート通るんじゃね？通るよね、これ普通に。バハムート出しとこう。ただ相手がどんな攻撃してくるかっていうのも怖いけどね。相手 CP の場を3個奪えたり自分にチャージする。ちょうど3個取られちゃった。やば。3ポイント食らうし。赤と黄色か。これ覚えとかないといけないね。だからこういうのもあるから、先にこうカード出すっていうのが大事なんだよね。私が今、青い、なんか CP の技を使うと仮定するじゃないですか。これ攻撃ができなくなっちゃうかな。うわぁ、これは古いなぁ、デッキが。ほら、これ使えなくなっちゃった。ね、見てください。ダメでしょ全然。だから5ポイント以下。これですね。一回防ごう。頭のタイムハイとか入れないからな。あ、これで緑の CP が、一応、回収できるのか、一応。ね、さっきのやつね。相手がね、無属性なら4ポイントのダメージ与える。無属性出てこないな。バハムトとか出してくれてたら嬉しかったけどね。よかったよ、これ。相手の CP の数かけるなんとかなんとかって言ってるからな。ユニコーンとか出す？ユニコーン出す意味ねえな、これ。ただこれも出せないんだよね。青がないから。ユニコーン出すしかないじゃないか、これ。うん、これユニコーンだ。これさっき出してくれたらな。テラフレア。相手の CP の数かける3ポイントのため。え、私なんかある。え、負けたんじゃないこれ。15ダメージ。負けちゃいました。恐ろしい。これね、さっきこの適当っていうデッキ使ったんですよ。これね、前の実況の最後にこの最後のやつ作ってたんだ。なんかデッキ違うなと思ってたんだよね。これ作って終わったのを覚えてる。これで勝てるはず。で、相手が青が多いのか。で、これピンチの時に与える。早めにしないといけないね。相手に沈黙とか強いからな。じゃあこれにしよっか。赤が2つあるからね。これさっきと同じじゃね？相手の出してくるカードのパターン。覚えてたらこれ余裕で勝てそうな気もするけど。違うのかね？で、相手が先行になる。ただ覚えてないよ、私。どんな感じの攻撃をしてきたかっていうの覚えてたらもう余裕だと思うけど、ちょっと記憶を頼りにしていこうか。クリスタルアビリティを封じ込めた。さあ相手青か。下を防ぐやつないな。これもうクリスタルアビリティないからバハムート出しとこっか。クリスタルアビリティ使えんかもしれん。 CP ドレイン下で防ぐのが正解だったな。でも私はないです、青いやつはね。まあ5ポイント与えとったらね、だいぶ近づくから。今日このベブズとの対戦だけで終わりそう。CP0 を奪われた。
ただこの無属性のやつは CP がたまらないんだよね。さっき赤とか出したら赤の CP がたまったりとかしたけど、ね、エンドした後なんか突撃ラッパとか出てきたら、これはあれだな、残りが少ない攻撃が倍になる。ピンチブーストとか後取っときたいね。これ A しよう。なんか左一緒じゃなかった。オッケーオッケー、下不正だよ青いやつ。次のターン相手は、あ、なるほど、黄色のダメージが倍になるとこはあれだ、私黄色いやつ出せばいいんだ。左のやつでコンボいけるかない感じに、ね、これが最後の私のデッキですよ。頑張って作ったんですよ。ただ私がめちゃめちゃ久しぶりにやるからプレイが下手すぎるという。雷、ただ相手が読んできて5ポイント、あ、これ足りないな。 CP 黄色が2ついる。でこれかな、圧倒的に。あー、守ってきた。なんかこれ見たことあるぞ、シャイニングスター、これ通らないな。だからこうやって読んでから黄色い盾を出すっていうのがマストだよね。パターン一緒じゃねえか。防がれちゃった。何も食らうのこれ。いいか、私が盾1個持ってるからね。でしかも沈黙、沈黙だから使えないじゃないか。この CP のやつ使いたかったんだけどね。下守る、これもう使っとくか。自分の HP が最後ボンってやられちゃったしね、結局のところ。まあでもプロテスもあるのか、これにしよっか。左で守る、リフリート出しとけばよかったか私も。まあ、これはお互い通るけどね。次のターン終了までだから、あ、でもあ、そっかそっか、沈黙だからプロセス使えないのか多分。まあちょっとダメージ食らってもいい、リフリートとかあるから。私はアタック成功。あ、でもプロセスかかったぞ。あくまでも CP みたいな感じか。ハイテクカードがいいんじゃないかな。ラム青とさ黄色防ぐ両方、相手青と黄色両方ある。無属性が何なのかっていうのも分かんないけど。そういう時にテラフレア来たか。でも左防いでるよ私。これ怖いね、さっきやられたやつじゃないこれ。赤と黄色のかける2ポイントのダメージ、西が8。うわすごい怖かった、これ防いでよかった。4ポイントのダメージ与えることができたからね。追い詰めてきたよだんだん。お、ラムまた出てきた。相手 CP の数、え、これ32が6か。これちょっと貯めてもいいな。ただ怖いな、相手の攻撃がどんな攻撃をしてくるんだろう。これ2つ防ぐのがいいと思うんだけどね。あ、こっち出ちゃった。あ、ちょっと時間切れです。これ右選択してた、やっぱ真ん中だったか。真ん中出しとけばよかったな。で相手カードが無属性なら倍になるか。あ、でも私3ダメージ食らう、リフリートの倍のやつがある。いけいけいけ。これ5だけど何歩食らうんだろう。結局のところ2ポイントか。いや絶対真ん中のやつだったよ今の。これ出しとくべきだったな。あ、これでもいいな、左。あー、でも赤が足りないのか、こっちから出すべきなのか。最初青が多いからこっち出す。オッケーオッケー、青が多かったからね相手のね。やべ、相手 CP の赤の数かける3ポイント与えるって。あ、でも3しか食らわないのか、私赤がないからね。そっか、私黄色と赤デッキか今のところ。さあ、青の数かける3ポイントのダメージ、32が6だ。で次で決まるんじゃね、前感じでやったら4だろう。ちょっと怖いな。でも4ポイント、これは5ポイント以下の時か。いやー、どれだこれ。いや、これ赤が足りないんだよ。うわ、なんか嫌だこれ全部。でも縦大事、縦あるか、左関係ないよなこれ。真ん中使うしかねえじゃないかこれ。あ、防がれたか。やっぱり相手 CP の青はないんです私、残念ながら。3ポイントのダメージね。オッケー、大丈夫よこれ。最後左のインフリートで決めるか。一番右の赤が溜まったからね私、赤と黄色だから。大技を見せる時が来たか、最後の最後に防がれてダメだ。いや、めっちゃいい勝負してない？2回戦ちょっと慣れちゃったよ私は。
いや、これで一回守る。攻撃能力をそのまま相手へ返す。相手の攻撃能力をそのまま返す。え、これお前自分の攻撃でやられろみたいな感じ。相手先行取っちゃったか。これいくわ。で、次すぐイフリート出す。オッケーオッケー。これじゃけそのまま返すよ、私。ラムーの関連。だから先出せばいいんだよ、俺。先行取れるから。私、後出しちゃったから、ここガーバン君にした。リフレクでーす。これ強いだろ、すごく。はい、このまま返しますよ。あなたに全部青でしょ。で3412 勝ちました。いや楽しいね、久しぶりにやると。やったわ。それでいい、それでいいのだ。ちょめ、礼を言うぞ。礼を言う、どういう意味なんだ。4つのクリスタルによる封印、これを完全に排除するためには、その影響を受けた私自身が倒される必要があったのだ。どういうことなの?ふふふ、イルマ、これまでよく私の力になってくれたな。力になる、どういうこと?気づかなかったのか、お前がそのブラッククリスタルを手にした時から、お前はこの私に操られていたのだ。そんなはずないわ。さあ、ブラッククリスタル、こいつをやっつけなさい。裏ボスみたいな感じ?キャー!言ったであろう、ブラッククリスタルは私の力、いや、ブラッククリスタルこそ、この私そのものなのだ。そんなことか。ぷっぷっぷ、そしてチョメよ。あの日、私がなぜお前をチョコボカードに封印しなかったのか、わかるか?私には未来が見えていたのだ。お前が4つのクリスタルの封印を解き放つ未来が、つまりお前もイルマも、私の手駒に過ぎなかったのだ。さあ、イルマ来い。お前の肉体を生贄として最後の儀式を取り行うことにしよう。この世界すべてを闇に染める儀式を。キャーキャーハッ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 ハ。大変、助けなくちゃ。よし、急いで牧場に戻ろう。牧場に戻るのか。待っててね、イルマ。私絶対助けるから。これはセーブしますよ。第6章、もう一つのクリスタル?くそ、ウェブズのやつ、どこに行ったんだ?みんなで手分けして探しましょう。よし、行くぞ。完全復活したウェブズを俺たちの力で止めるんだ。さあ、急ぎましょう、チョメ。多分これが最後の戦いよ。これ、今日はここで終わっておこうか。とりあえずね、久しぶりだったし。チョメ、いよいよ最後の戦いだな。俺、大好きなケーキを食べるの我慢してチョメのこと応援するよ。あと、肉とチョコレートも我慢する。それと、たこ焼きと、ジュルル?考えてたらお腹減ってきちゃった。音楽めっちゃいいよね。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次の行き場所だけ見て終わりましょう。なんか、どこでイベントが始まるかわかんないから。右の方なのかな。いろいろ、チョコボの、あ、ここか。